ズンク TV。 ズンク TV もお腹すきました。それなりに早く食べて。何何しちゃった。お腹すきました。お腹がすきました。匂いです。今回はつんくさんがサードシングル「主食はご飯の歌」を歌うザ・ポッシュボーのみんなにお米を美味しく炊く方法を教えます。今回のご飯、つんくさんこだわりの三分づき米を使用した贅沢なメニューをご紹介。1号と2号の鍋では白米を炊き味比べをしてもらいます。普段皆さん食べているのは削ったものを白いご飯に食べてるんですよ。みんなの種の状態のことを玄米。では早速市販されている精米機で十分付きに精米しましょう。美味しいお米を炊くコツは炊飯する直前に精米し酸化を抑えて新鮮さを保つことです。精米機で白米に精米すると胚芽部分が少し残るので栄養価が高くなります。改めてつんくさんから本当のお米の素晴らしさを教えてもらい、その情報を忘れないように各自必死に勉強中のザ・ポシモ。米っていうのは玄米が0分付きで3分付く、5分付く、7分付く、10分付く、今のは10分付いてる。ちょっとだけ削った方が水いっぱい染むから柔らかいご飯ができるので3分ぐらいにしといてほしい。今度はつんくさんおすすめの3分付き米に精米します。3分で付きました。オープン。はい、ほぼ黄色いです。これが実はうまい。味が残って、いや白も白で甘いねんけど、これにはなんとも言えない甘みが味が出てくるんだよな。では精米したものをよく洗い水を切りましょう。そしておよそ30分水に浸し寝かします。土鍋で炊きます。はい、はい、これ中蓋ついてます。ここでつんくさんのこだわりその1、ご飯を炊く際土鍋を使用。その時深い土鍋の方が熱の対流が起こりやすくムラのない味になるそうです。さらにつんくさんのこだわりその2、米と水の対比は基本的には1対1ですが、三分づき米は水を吸収しにくいので少し水を多めに入れることが美味しく炊くコツ。これ普通にどこでもある鍋やけど、これにちょっと何でもいいねん、重り、これ軽いから、これは土鍋より重いねんけど、これ軽いからちょっと俺は重りのせてあげんねんか、そこの吹き出し口からバーッと吹き出してても顔に当たれん。ではこの3種類の土鍋でご飯を炊いていきましょう。で当然鍋で水の量になって炊き上がる時間がずれます。でこの間に、あ、これすぐやな、これそこで、ね、ここは集中、ここ集中、勝負ですか、はい、勝負、ここ勝負。湯気、水蒸気は湯気がこの穴から立ち寄るから、ブワーってこう棒のように立ってる時はな、そう、その時はまだ中が、水気がある時は湯気が立ってんねん。で中の水気がなくなってご飯の壁にへばりついたら、その湯気が横揺れするから、横揺れした時に、まあ、水気がなくなってご飯が炊けたんだなって思ってほしい。さあ、これ墓場できたね。これは縦に見てください、皆さん。これも縦に増やしてくるから、ドワーってきます。これ約今、もう早いもんね、4分。はい、これ、ほら、せっかく見てください。沸騰したら、すぐに火を止め、焦らずに収まるまで待ちましょう。収まったら、とろ火でおよそ6、7分待ちます。さあ、芋鍋も沸いてきましたよ。でこれで1、2分、これ太くなっとるから、20秒遅かったね、今。同じく2合鍋もとろ火でおよそ6、7分待ちましょう。さあ注目の三分づき米の鍋、今度は火を止めるのを遅れないようにね。来てる来てるよ。はい、止めて。はい、ここ止めた後にパッと立つぐらいがちょうどいい。火を止めるタイミングは湯気、音、匂いが重要。さあ、そんな寝てるうちにこの子はもう湯気が今まで立ってるから、これもう一回途切れるからね。今見ててください。うん、もう途切れる瞬間やね、これ。あ、もう立てなくなったよ。OK、
これ今切れたの分かった？はい、はい、ほらと思う湯気が横に。ああ、ほんとだ。あ、すごい。すごい。じゃあこの子も先火つけたんだね。はい、開けよう。開けて火つける。はい、はい、この子も超トラビにしてあげてください。はい。3合鍋も忘れず収まったらトロビにしておよそ 6,7 分待ちましょう。危ない。いいよな。危ない。今チリチリチリって言うてるのはちょっと丸焦げてきてるねん。お焦げ。これ横になった今わかる？これも水道気が直接出てるでしょ。消し大丈夫。消してみてください。はい。これいっちゃってるねこの子ね。え？いっちゃってんじゃないの？いい感じです。さあさっきの最初の分が炊けて約15分ぐらい蒸らしました。はい、はい、まずは土鍋で炊いた白米、うまく炊き上がっているのでしょうか。おー、 おー、 おー、 すごい。みんな見てあげて。この鍋でここまで綺麗に炊けるわけです。これも100均で売ってるような鍋です。ご飯は必ず1回かき混ぜてあげてください。はい、はい、モロリン、はい、はい、帰るけど、はい、ありがとうございます。いただきます。いただきます。いただきます。これです。9秒です。おいしい。やわらかい、うん、黄色に持ってこったね、身の頭の。これが自然の色やから。うん、醤油出てくるやつは白すぎるの。全部落としてるから。左に残った。これよ、美味しいご飯。同じく真ん中も炊けてから15分ぐらい蒸らしました。あじゃーん。ミラクルやね、これ。深めの土鍋で炊いたご飯は一層美味しく炊き上がったようです。オッケー、これね、俺の大好きなご飯の方、はい、ちょっとだけ蒸らすね、もう一回。じらすっていうの、自分を。待て、待つんだ。じゃあ、よそってあげてください。結構大丈夫、今度はね、2番から。はい、すごいね、飲みに行った。今度は、削りたてのカツオに醤油を少しかけていただきます。醤油のかけすぎには注意してね。いや、でも大丈夫じゃないかな。まだ段階上がったよ。甘い。いける。段階いったら今度ごま。うまっ。そうそう、おー、楽しい。そうそう、すりつぶした白ごまをご飯にかけると、はい、ごまいいでしょ。いい。ごまだけやのにこんなにテンション上げてくれるんですよ。これもご飯のテンションめっちゃ上げてます。おいしい。やばいでしょ。白米を存分に堪能しているザ・ポッシモ。最後はつんぐさん絶賛の三分づき米のご飯。いきます。おお、大成功やん。これがさっき言った三分しか削ってないのでこんだけ色が残ってますが、焦げてるわけじゃなくてこれは玄米の色、そして甘みがあるから。三分づき米のご飯は初めてのザ・ポッシモ。まずはそのままを食べてもらいました。果たしてその反応は。ちょっと固め。あ、硬い。これは玄米、何でも歯ごたえに言ったら、はい、少し固めなのは胚芽がついていて栄養素が高い証拠。よく噛むことで米自体の甘みが広がります。さらに今度は適当な大きさに切った豆腐に醤油を少しかけよくかき混ぜます。つんく特製豆腐ご飯。さあお味の方は。やばい、これすごい美味しい。美味しい。やばい、無言で食べちゃう。さらにここで登場したのはつんくさん一番のおすすめ卵ご飯。溶き卵とネギと醤油を混ぜただけのなんとも簡単なメニュー。
トロットロの卵としっかりした食感の三分づき米が改めてご飯の美味しさを引き立たせてくれます。だんだんレベルが上がってくね。究極の風味が美味しい。やばいぞ。大満足のザ・ポッシボー。それでは最後に本日の感想とお気に入りご飯を聞いてみました。改めて日本人で良かったなって思いました。私は雑炊が一番美味しかった。梅とポン酢がすごく意外だったんですけど、すごいマッチしてました。今日はすごく満足しました。ありがとうございました。美味しかったです。ご飯でここまでテンション上がったのは生まれて初めてです。すごい嬉しいです。今回の2TV はもう何回も多分見ると思います、うん、一番びっくりしたのはごまで、あんなちょっとであれだけ美味しくなるんだなと思ったのと、あとやっぱり雑炊でポン酢とちょいポン酢が良かったです。はい、ありがとうございました、はい。今日は本当に美味しかったです。家でも作れるので今度作ってみたいと思います。ありがとうございました。豆腐が美味しかったです。今日はつんくさんになんかご飯のいろんなことを知らないことまでたくさん教えてもらって、ご飯を食べるのがすごいもっと好きになりました。ありがとうございました。ロビーもあの豆腐のやつと、あとごまをちょいってかけただけですぐ美味しくなったのが美味しかったです。今日はこんなにご飯一つでこんないろんな食べ方があるとしてすごい勉強になりました。またみんなで、ね、ご飯食べたいです、うん、全部好きだったんですけど、うんうん、卵と最後の、うん、もうよかったな、豆腐のも、うん、なるほどね、はい、はい、今日は初めて食べた豆腐ご飯も食べれたし、うん、でさっきつんくさんが言ってたんですけど、うん、最終的にやっぱたどり着くのは卵ご飯だなと思いました。ありがとうございました。皆さんでご飯を食べました、うん、ご飯の歌も元気よく歌ってもらいたいと思いますし、もりもりご飯も食べていただきたいなと思います。ご飯は炊けるまで6分6分、炊けてから15分、はいはい、我慢してください。はい、それで決まります。はい、以上です。せーの、スープティー。